中心地グスタビアの港のゾムサンバルテルミー島の地図サンバルテルミー島はカリブ海のリーワード諸島セントマーチン島から南の方に浮かぶフランス領の島。英語名はセントバーツ島。名称はクリストファー・コロンブスの弟バーソロミュー・コロンブスに由来する。18世紀から19世紀にかけてスウェーデンに売却していた。 面積は25平方キロメートル、人口は8450人、中心地はグスタビアである。1493年、クリストファー・コロンブスにより発見された。コロンブスは弟のバルトロメの名を島に名付けた先住民のアラワクカリブ族は、現地語でオアナラと呼んでいた。1648年にフランス人が入植した。 その後、悪名高い海賊の隠れ家になった。1651年には、マルタ騎士団の財産ともなる。1744年からスウェーデンに売却され、スウェーデン領になる1784年までの間は、イギリスが占領した。スウェーデンはこの島で1786年に、スウェーデンにシンド会社を設立するが、利益に結びつかず、1805年に閉鎖された。 若干の植民活動も行われたが、経済活動には全くの不向きであった。またスウェーデンは奴隷貿易にも着手したものの、奴隷制は1846年に廃止されている。1878年にグアドループの一部として再びフランスの領土となり、1963年にはサンマルタンと共にグアドループ県に属するサンマルタン、サンバルテルミー軍となった。 しかし、2003年の選挙の結果、フランス領セントマーチン島北部ことサンマルタン島と共に2007年2月22日グアドループ県から脱退し、独自のフランス海外巡県に昇格した。サンバルテルミー島は、フランス領グアドループ県に属し、サンマルタン島と共にグアドループ県の一つの軍を結成していたが、グアドループ県に属するか、 サンバルテルミー島独自でのフランス海外巡検になるのかを決める住民投票を2003年12月7日に始め投票率95.5%が海外巡検を選ぶという結果独自でのフランス海外巡検が決まり2007年2月22日にグアドループ県から正式に分離し独自でのフランス海外巡検となった沿岸は複雑で小港が多く 島の最高峰は281メートルのモメドビティと山である。島の周囲にはフールシュ島などの小島がある。観光が盛んでタックスヘイブンも盛ん。グスタフ3世飛行場という空港がある。この空港はヒストリーチャンネルにおいて世界で最も危険な空港を第3位に選ばれている。島の住民はスウェーデン領やフランス植民地時代に移住してきた。 ゲルマン系のノルマン人やケルト系のブルターニュ人からの子孫の白人系が多い。黒人は少数。最近ではポルトガルやブラジルなどを中心に外国人労働者もいる。公用語はフランス語。母国語としてフランス語系、クレオール語。英語も広く通用し、第二言語として話されている。スウェーデン語は1970年代以降ほぼ話されなくなったが、 スウェーデン語を理解する住民は未だに存在し、観光業に従事している住民もいる。現在でも通りの名前の標識はフランス語とスウェーデン語の二言語で書かれているものがある。観光が盛んで美しい白浜の海岸があり、ロスチャイルドやロックフェラー一族がプライベートビーチとして広大な土地を購入している。ヒストリーチャンネル、モスト、エクストリームエアポーツ。ありがとうございます。